僕が今この動画を出したからといって別に大した影響力はないと思うんですよ。でもそれでも日本で演劇やってて YouTube やってて海外の方が見てくれているチャンネルって思ったらやっぱり発言しておきたいなと、この件に関しては。ごめんなさいね、最近僕一人で動画を撮るときは基本海外の方に向けて英語で喋ってるんですけども、ちょっとごめんなさい、今日だけはちょっと日本語で喋らせてください。東京オリンピックの開会式演出を務めているのが小林健太郎さんという方で、おそらく日本で演劇をやっている人、演劇を見ている人、ほとんどの人が小林健太郎さんのこと大好きだと思うんですよ。20年以上前になるんですけども、彼がコメディアン一筋でやっていた時の作品で、ユダヤ人大量虐殺ごっこというのがそのネタの中に含まれていたと。まあ確かにね、ネタは良くない、絶対にこんなことは繰り返しちゃいけないと歴史の教訓として学んでいるので、それを分かった上でこんなことする人間ってバカだよねっていう意味でのユダヤ人大量虐殺ごっこっていうのをネタに入れてるんですよ。まあダメですよ、本当にそういう思いをしてきた人で、そういう思いをした人を知っている人、その人たちのことを考えたら確かに良くない、確かに良くないから、もうその20年前にそれに気づいて、もうそこからもうそういったネタはやめてるんですよ。誰かを傷つけるような笑いは絶対に作らないってもう決めて、で、その作品で成功してきた人なんです。ここまで喋ったんですけども、小林健太郎さんが解任されたことに関しては、僕はそこまでショックじゃないんです。小林健太郎さんがクビになったことに文句を言いたいわけじゃないんですよ。小林健太郎さんのことを誤解してほしくないんです。彼がさっき言った20年間どれくらい素晴らしい作品を作ってきたのか、実際今後うちのチャンネルで考えていた企画の中で小林健太郎さんを特集したいという動画もあったんで、今後このチャンネルでも小林健太郎さんの魅力を皆さんに伝えていきたいと思っております。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。あ、それと先週の動画もね、温かいコメント本当に皆さんありがとうございました。そうですね、来週には新しい動画を出せたらなって思っております。よかったらぜひ見てください。